子供皆さん、こんばんは。毎日毎日、よく頑張っているピアノの先生で誰？かわいい子たちが大好きな先生って誰？はーい。ショパンのワルツをお届けいたします。人への抽象。短所を見ないで長所を見てあげましょうね。先生も機械ではありません。100% 完璧に何でもできる人は日頃の練習や日頃の努力を怠らない人ができるようになるのです。ショパンのワルツ。Thank you.
の曲は音域の広い範囲をカバーして、先生もいつも楽譜とにらめっこ、フラット6つ、ヘロホイミト、変、ヘロホイミト、変と単調でございます。蝶々で読めばヘロホイミト、ヘロホイミト、変と蝶々。音域の広い範囲をカバーしますが、フラット一つでヘロホイミと変がつきます。変と蝶々ですが、この曲はレレのフラットから始まっております。蝶々の G のフラットという和音であることがわかります。変と蝶々です。ヘロホイミと変と蝶々、変がつくからフラットです。そして G フラットという和音を使っておりますが、この曲は実に音域の広い範囲をカバーしております。先生もいつもネバ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 楽譜とにらめっこして、下線の多い曲はきちんと書くようにしております。線が何本も出てくると、さすがに慣れている私たちでも読むのに集中を要します。子供たちにとっては遊びが大好きなのだ。完璧を求めずに子供たちのできたに、あ、楽しいな、とろ楽しいな、ワクワクするような遊び心に。失敗や間違いは誰にでもあるのです。先生も毎日いろんな曲を弾いています。おかげさまで女の子も非常に両手で弾けるようになってきました。褒めて伸ばし、励まして伸ばす、これはとっても大切になってきます。蚊が苦手、アリが苦手、それは誰でもあることです。練習すれば自信になり、自分に自信を持つ、これもとっても大切です。ピアノ教室の役割は生徒さんを育て、褒めて伸ばし、自信をつけさせることでございます。ダメ、違う、先生も的確なアドバイスをきちんとしております。下線の多い曲、平音記号の音、違うではないんです。先生のアドバイスを聞く能力でピアノ上達につながるんです。スラスタッカートの弾き方、レガート。非常にショパンの曲でもこの曲は先生にとっても実は弾きにくい曲なんです。皆さんも諦めずに、できたら、あ、嬉しいな、とら、嬉しいな、あ、ラッキー、ラッキー、できたまで、というふうに自信を持ってくださいね。それではまた。ねえねえ、日曜日もよく頑張るわね、この先生。そうそう、毎日休む暇ないんですって。可愛い子供たちが大好きで、今日もお風呂掃除したばっかりなのよ。すごいわね。可
簡単な曲なんか後ろ向きで弾けるんだって。そうそう。自分の手を見なくたって簡単な曲なら、バリエーション豊かに変奏もできるのよ。クリシェやオルタネート使って、テンションコード活用して、いろんな簡単な曲なら、楽譜がなくても弾けるのよ。そうそう。でも先生だって毎日の練習を怠っていないんだって。そうだよ。そうだそうだ。ピアノ教室って、ピアノ本来学ぶ場所ですもんね。音楽の楽しさから生徒を育てて、出来たて体験を味わうことが大切なのよ、レモンちゃん。そうそう。そうだわ。毎日自分に対してご褒美もあげなくっちゃね。そうだそうだ。頑張る良い子には先生はご褒美は惜しみません。毎日きちんと練習してくれる良い子、きちんと先生にいろんなことを話してくれる良い子たちはとっても良い子です。好奇心や疑問を持つということはとっても大切なんですって。そうよね。それではまた、バイバイ。